これね、ええ、今年正月にさ、はい、やっぱりさ、1年のこと、昨年のことを考えたり、ええ、将来のことを考えて、今年1年を考えたときに、やっぱり坂崎との関係を、はい、どの辺で断ち切るかと。いつ俺このまま行くと、ええ、俺ダメになる。本当にダメになる。そうですか。うん、もうそろそろ決別を考えて。俺ギリギリのところに今いそうな気がするんだよ。そうですか。俺ね、まだ戻れる元へ。元の吉田拓郎。まだね、ええ、あの吉田拓郎に戻るには、今かなーなんて思うんだ。ああ、そう。ここがちょっと考え時だよ、そろそろ。次のじゃあ。ちょうど100回も終わったことだし、はい、2年続いてるんだから、はい、そろそろ坂崎との関係に。次の3月が改編ですか、4月が。4月が改編だね。ですね。生々しい話だね。その辺ですか？生々しい話だね。その辺ですかね。うん、それやっぱりなんか、スタッフたちもドキドキしながら。拓郎さんがそろそろ坂崎と決別しようと。どうしようって。だって坂崎との関係はね。じゃあ、この番組は拓郎さんだけでやるってことになったらどうですか？僕は他にもラジオやってるんで。拓郎さんがやって、うん、決別ですよ。俺、やること小谷でやるの？ええ。俺嫌だ。なんでなんですか。あんま、新しいパートナー。俺ね、期待されてるものがね、ヤッコと小谷ではね、ダメ。俺に期待してるものがね、違う。ヤッコたちはね、もうこういう俺を期待してるから、俺の顔見るとこういう男だと思ってるから。そうだね。ということは今は彼らにとっては理想なわけですか？今彼らにとっては俺は理想だよ。理想ですよね。いい大人だなぁと。チャラかしてくれるし、笑わせてくれるし、はい、時々はガッと怒るし、はい、いい大人だなっていう感じだろうけど、はい、俺は本当にやりたいのはそういうことじゃない。彼らが思ってる吉田拓郎は間違いだもん。じゃあ僕が辞めて、こうせつさんをここに入れて。もう死んだ方がいい。南こうせつと吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド。いや、もう本当にね、俺はラジオ番組金輪際やらない。そんなことだったら。だったら。うん、誰だったらいいですか？俺は家ね、誰？桜井はどうですか？いや、なんでアルフィー、なんで、結局高見沢と坂崎と桜井としかできないの、俺は。俺はアルフィーなしで生きていけないの。桜井はラジオやってないですしね。やってないけど、俺いいよ。あいつと毎晩酒飲むの勘弁してくれよ、お前。番組はいいとしても。死ぬよ。後が怖い。あいつ。誰かいないですかね、いいパートナー。いや、パートナーいらない。吉田拓郎に戻してくれるパートナー。いや、自分で戻れるから、お構いなしだよ、お構いなく。そうですか。俺大丈夫。俺はね、だ今年、正月にいろいろ、考えなかった正月なんかいろんなことを、坂崎。考えない。考えなかったです。考えないの、はい、そろそろ拓郎さんと終わりにしようかなとか。全然。え？今年も拓郎さんと楽しくやりたいなと思ってました。ああ、そう、お前いいこと。箱根駅伝見ながら。箱根駅伝見ながら、いいこと。はい